ヘズマリュウさんが生活保護を申請したけど受給できなかったっていうのがまあニュースに上がってますね。まあ彼は結構作詞だから、まあ、あえてねそういうのを発信して、まあ、ニュースになるってことをね狙ったのかもしれないんですけどまあそれは置いといてまあ真面目に解説しますと一言で言うと彼が生活保護を受給できないのは当たり前です。ね、なぜならヘズマリュウさんと、まあ、奥さん、まあ、結婚してますよね。何何か何まで生活保護の条件をあの オーバーバしてるからです、す、まあ、彼はコンビニのバイトをしてあ、それがね、クビになった。で、あの収入がないから、あの生活保護をくれだから、コンビニの仕事がなくなって、本来は入るはずのお金がないから、その代わりに生活保護を申請して、その収入を確保したいって思ったと思うんですよね。でも、結婚してるから、要は奥さんも、あの収入が、まあ、13万以下、えー、貯金も、 あの全財産も10万円未満ととかじゃないとダメなんですよだからヘズマリューさんはその要は貯金がさあのもっと分かりやすく言いましょうヘズマリューとヘズマリューの奥さん両方とも、えー、と収入がまあ13万円以下で持っているそのお金銀行のお金込み込みで10万円未満とかそのレベルじゃないと。 あの申請できないんですよね。あ申請はできるけど、受給ができないんですよ。だから本当にもうあのこの、このままだとあの、ね、来月もう生きてないんじゃないか、もう食えてないんじゃないかっていうレベルじゃないとダメなんですよ。で、奥さんどう見てもお金持ってる人じゃないですか。だから100、100%無理なんですよね。まあ、彼はもうその生活保護の制度を知らずに、なんか、これいけるんじゃねって思っていけなかったから、まあ、ああいうふうになったと思うんですけど、 まあ土台無理な話なんですよね。で、それとは別に、あの、今回の、あの、侮辱罪の,あの刑罰が厳しくなったっていうことで、まあ、自分はしっかりスクショを持っていて、あの、厳しくなったがゆえに、その、結構いけるんじゃねえかみたいなこと言ってるんだけど、そこに関しては頑張ってほしいなって思います。あの、リーガルチェックの高い先生と仲いいじゃないですか、に、その、まあ、特定してもらってね、相手を、で、ちゃんとスクショを、その、資料として、 あの刑事告訴状にね、入れて、警察を動かせて、ぜひそういうえぐいことをした人に関しては、あの、しっかりあの、うん、あの、高橋先生の力を借りてやってほしいなと思います。まあ、彼一人で警察に行っても、警察相手しないから、うん、高橋先生の力を借りて、ぜひとも頑張ってほしいなって僕は思っております。じゃどうもありがとうございました。